皆さんこんにちは。パート5もご覧いただき、ありがとうございます。駐屯地なのに門がないと思ったので、作りました。早速中に入ってみたいと思います。まあ、門作っただけで柵は作ってないんですけどね。最初にいるのが保証です。A 門を出入りする人を監視したり色々してます。この建物が経営所です。駐屯地の警備に関することを色々してます。建物の内部はこのようになっています。もうパート5まで見ていただいている方は想像できたかと思います。それでは動画を作りに行ってきます。自衛菅のマインクラフト、始まります。今回は何を作らされるんだろう。失礼します。あれ、いない。なんだこの本。ゴールデンウィークなので休暇をもらっています。あ、今回の動画は仮拠点から家を作るところでよろしく。よろしく、じゃねえよ。マジかよ、この人休みじゃん。まあいてもいなくても自分のすることは変わらないしいいか。どんな家作るか。というわけで完成したものがこちらです。一人なんだか二人なんだかわからない人の実況で言う、典型的な伸び悩んでいるクラフターの家です。しかもハリボテです。あ、でもドアはちゃんと使えるんですよ。こんな感じです。窓からも外を見ることができます。あとはこれをこの辺から、ゴーマーだれー。って感じで紹介すればもういいでしょ。よっしゃ、今日の仕事終わり。動画作って休暇に入ろう。あ、ドア開けっぱなしだった。ここ置いときますね。ゴールデンウィークなので、今回の動画は、家って言っても普通の家じゃなくて家内を作ってね。え、マジかよ。これ使えないじゃん。まだ休暇入れなそうだな。張り切ってこんなの作っちゃったけど時間と税金の無駄だった。そんなこと言っててもしょうがないしサクッと家内作っちゃうか。ブランチマイニングの横あたりに。あ、そうそう、こんな感じだ。あとは、これをいつもの音楽と定点カメラで。って思ってたのに録画できてないとか泣きそうになりました。いやよく録画失敗してましたって動画あるじゃないですか。どうしたら失敗するんだよとか思ってたけどこうやってするんだなって思いました。あとバックアップ取ってるならやり直せばいいじゃんとか思うじゃないですか。もちろんバックアップは取ってるしやり直せるんですよ。でもアイテムはクリエイティブで出してるとはいえ設置はサバイバルなわけで、ゴールデンウィークの貴重な一日をほとんど使ってしまったんです。もう一回これやれって言われるとちょっとな。ってなってしまうのが人間じゃないですか。というわけで今回は申し訳ないのですが完成したものを紹介する形とさせていただきます。いや、ほんとごめんね。というわけで完成したものがこちらです。再現度は低いですし、駐屯地ごとに異なるのでこんなところに住んでるんだなってくらいに思ってください。まずこの薄い黄色の部分が居室といい、各人の部屋です。画面下側はレベルが低い人の部屋で2人、3人、4人、あるいはそれ以上の人が同じ部屋で生活しています。画面上側はレベルの高い人で1部屋をパーテーションで区切ってあり、ある程度のプライバシーが確保されています。次に薄い緑のところは公共のスペースです。左から、私物庫、洗濯室、物管場、洗面所、トイレ、シャワー室、娯楽室です。あとは1階だと入り口と、当直室があったり、各階に喫煙所と自販機があるところもあります。大体こんな感じです。想像してみてください。皆さんと同じクラス、職場の人と共にここに住むんです。昼は学校や会社があり、夜はここに帰ってきます。つまり24時間ほとんど一緒にいることになるんです。それでは中に入ってみましょう。まずここがまだレベルの低い人たちの部屋です。ここでは4人部屋ですが、プライバシーも何もあったものではありません。そしてここは娯楽室です。一応畳をイメージしてます。テレビがあったり、みんなで何かするときはここでやります。こっちは少しレベルが上がった人の部屋です。
一応パーテーションで区切られていて、プライバシーが保てている風になっています。ここはシャワー室です。大浴場はあるのですが、別の建物なので行くのが面倒な時はこっちで済ませます。訓練の後は渋滞になります。そしてここは洗面所で、隣にトイレがあります。朝はここが渋滞になります。かなり深刻な問題と捉えています。消灯後ここに長く入っている人は怪しいです。掃除は自分たちでしますが、大抵レベルの低い人たちがここをやらされます。次は洗濯室です。ここも長期訓練の後など渋滞になります。その隣は物管場があります。ワイヤーが張ってあるだけの部屋です。自衛隊では乾燥室ではなくて、物管場、と呼んでいます。最後の公共スペースは私物庫です。ここではたまにしか使わないものとか、部屋に置いておくと邪魔なものとかが全員分置いてあります。スノボ、ゴルフ、季節のものなどいろいろです。こんな感じのフロアが、2階、3階とほとんど同じ構成で続きます。上の方に住んでいると降りるのが面倒です。最後に最もレベルの低い人たちの部屋を作ってみました。こんな感じです。もうプライバシーも個人のスペースもありません。クソ小さい2段ベッドで、寝返りすると上下で互いに伝わってきます。いびきをかく人がいれば全員犠牲になりますし、本当にかわいそうです。いかがだったでしょうか？自衛菅の人たちは大体こんな感じのところに住んでいます。強いていいところを挙げるとすれば、家賃や食費がかからないくらいです。それを踏まえても一人暮らしの方がいいと思いますが、紹介は以上で終わりです。失礼します。ここ置いておきますね。失礼しました。今回もご視聴ありがとうございました。おまけもあるのでよかったら見てください。おまけ。パート4のコメントで、自衛官ってモテるんですか？というのがあったので、ウプ主の個人的な見解を述べたいと思います。まずに多様な職業で、海上保安官、警察官、消防士があると思います。自衛官はここでは陸海空に分けさせていただきます。まず数年前のイメージはこんな感じです。この頃は海猿がブームで圧倒的海上保安官人気があったかと思います。一方で陸上自衛官は圧倒的不利な状況に立たされていました。自衛隊自体が今ほど理解されていないし、海空のイメージがなんとなく良さそうでした。しかし最近のイメージはこんな感じです。各種災害派遣が評価されてか、メディアでの露出や国民の理解も深まってきていると感じています。海猿効果が次第に下がってきて、代わりに自衛官に目が向くようになってきてるのではないでしょうか。しかし残念なことに海上は航海に出ると数ヶ月会えないなど、マイナス面も多く知られてしまいました。ここで紹介したのはあくまでウプ主が感じているイメージです。実際のものとは異なる可能性があるので、鵜呑みにして、じゃあ陸自に入るか、なんてバカなことはやめてください。あとこれ2015年頃のイメージです。令和はどのように変わっていくのかとても楽しみです。話は変わりますが、皆さんは花粉症ですか？ウプ主は花粉症で毎年3月くらいはとても辛い日々を送っています。薬を飲んでも治らない。そんなあなたにおすすめなのがガスマスクです。訓練でガスマスクをつけたのですが、花粉症なんてなかったかのように解決しました。もちろん訓練以外で使うことはできないので訓練が終わったらまた苦しんだのですが、これは私物で買う価値はあると思いました。さすがに電車とかでつけたら職質されそうですが、みんなでつければそれが普通になって女性もガスマスクで電車に乗る時代が来ると思います。ちなみにガスマスクはAmazonなどで購入できます。来年の花粉症シーズンが来る前にぜひお買い求めください。なんてことを2015年頃話していたら2021年にそれに近いような事態になるなんて思ってもいませんでした。電車の中でもたまに N95 マスクつけてる人とかいますしね。今回のおまけはこれで終わりです。次回もよろしくお願いします。高評価、コメント、
チャンネル登録してもらえましたらとても嬉しいです。